1987年、週刊少年ジャンプにて、一本の読み切り漫画が掲載された。それが、ウィザード爆炎の征服者。人気があったため、翌年よりタイトルを変えて連載開始されることになる。日本の剣と魔法を語る上で、絶対に外せない作品、それが、バスタード暗黒の破壊神。清らかな処女のキスと、アスペクトの呪文により、公職で残忍な伝説の魔法使い、ダークシュナイダーは復活する。週刊少年ジャンプの歴史上、最エロとも呼ばれる超問題作です。大神官霊嬢ピアノート陽子、シーラ王女、機動三人衆のシーンハリト、海藩、ライテイアーシェスネイなど、セクシーファンタジー漫画の先駆け的作品。未完の名作とも言われる、ジャンプ黄金期の異端児です。初期はともかく、後期は9歳で有名だった。ハンターハンターの戸賀義弘にも悪い影響を与えてしまった作品としても有名。とにかく剣と魔法の RPG とかが好きな人におすすめよ。永遠のヒロインチャンネル、よろしくね。